こんばんは。捨てられた明星の歌本からやってまいりました若智子です。今日もよろしくお願いします。ビートルズ公式213曲、マイランキングのですね213位から、201位までを前回紹介しました。言ってみればワースト13ですね。見ていただきましたでしょうか。今日はですね、200位から、181位までをご紹介したいと思います。お楽しみに。This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.Nothing's gonna change my world. The Beatles 公式213曲 My Ranking の動画です。第2弾です。前回はですね、先ほども言いましたが、213位から201位のですね、ワースト13をご紹介しました。今日はその第2弾になります。前回の動画ではですね、世間一般でまあ人気のない曲をご紹介しました。レボリューション9という曲ですね。もうノイズというか、SE をこう、コラージュした、もうもはや音楽じゃない曲があったので、多分これが最下位っていうことはよくありました。あとはですね、1分に満たない短い曲ですね。アルバムのちょっとアクセサリー的な曲、ですね。ワイルドハニーパイとか、ハーマジェスティ、それからディグイットとマギーメですね。この4曲もまあまあ低いんですよね。あとはワーストの候補ではないんですけど、まあそんなに人気ないのが、ドイツ語版の抱きしめたいとシーラブズユーっていうのもありました。まあその辺ですかね。であとはですね、ちょっと弱いのはやっぱりビートルズはオリジナル曲が人気なので、カバー曲は、それよりはちょっと弱いかなというのがあったんですよね。僕の順位は、ワースト13見るとですね、実はレボリューション9と短い4曲はまだ出てきてないんですよね。じゃあそれらの曲以下だったということになるんですけど、あとですね、カバー曲が、下の方に集まってくるかなっていうこともちょっと思ったんですが、実は13曲中1曲しかカバー曲なかったんですよ。12曲がオリジナル曲ですね。そのカバー曲1曲除いて12曲のうち1個全員で作った曲があるんですよ。とか残り11曲はですね、内訳を見るとですね、ジョージ・ハリスンが5曲もあったんですね。一番多かったんです。で僕はジョンかポールかっていうとポールが好きな感じなんですが、まあこんな感じですからね。なんとですね、2番目に多かったのポールだったんですね。ポールが、4曲ありました。でカバー曲がポールのボーカルだったんで、それを入れると5曲もポールがあったんですよね。でジョンが2曲ということでした。ちなみにですね、リンゴスターはなんとですね、0だったんですよ。ねえ、なんかボーカル曲もなくて、意外とですね、リンゴとか下に集まってくるのかと思ってたんですけどね。ということですね。あとですね、世間にちょっと寄り添えたかなと思ったのは、ワースト13の中に赤版とか青版の曲がなかったんですよね。そう。そこはちょっと、良かったかなと思ってるんですが、次はですね、200位から181位の20曲紹介しますが、めちゃめちゃ大波乱です。今日もお楽しみに。Nothing gonna change my world. ビートルズ公式213曲 My Ranking 200位は You know my name. Look at the number. この曲はですね、レコーディングがされたのが67年なんですよね。それがずっと、お蔵入りしてて、69年の4月に、手を加えられたんですけど、特に収録するレコードもなく、行き場がなく、また放置されて、で一時はですね、これがジョン・レノンの曲になるっていう方向もあったんですが、最終的にはビートルズとして出すことになって、なんとですね、レッド・イット・ビーの B 面に使われることになりました。多分ですね、この曲の中ですね、サックスを吹いてるのが、ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーズなんですよね。で、69年の、夏ぐらいに亡くなってて、
まあ、そういうことがあったので、まあ、皆さんの、ね、思い出のあのセッションだったんで、多分それでビートルズとして採用したんじゃないかと思います。まあある意味ブライアン・ジョーンズのレクイエムみたいなのになってしまいましたが、まあ、レッド・イット・ビーのシングルの B 面ということだけあってですね、同時にビートルズのレクイエムにもなってしまいました。Nothing gonna change my world. ビートルズ公式213曲 My Ranking 119位は Don't Bother Me です。この曲はですね、ジョージ・ハリスンの、生涯最初の作品ですね。このデビュー作が、マイナー調というのがね、やっぱりジョージらしいんですけど、まあ本人もですね、あまり評価が低くなく、まあ、世間でもね、そんなに評価が高くないんですよね。でも結構ね、この曲面白いんですよね。ちょっとペンタトニックのメロディーでできてるんですよね。ところがずっとあのペンタトニックで言ってたところがですね、最後のサビのところでですね、あここだけですね、あのペンタトニックじゃない、音が使ってて、一番最高の音で、ペンタトニックから外れた音を使ってるんで、すごくそこがやっぱりグッと惹かれるというかね、よくできた曲だと思いますよ。Nothing gonna change my world. ビートルズ公式213曲 My Ranking 198位は Things We Said Today 今日の誓いです。この曲はですね、まあ、ポールが作ったんですけど、面白い転調ですね。特徴的なのは、バースの部分はこうですね、チュ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 で、このバースの真ん中でサンデーラララーっていうのが入るんです。これはですね、同じスケールで平行移動した、平行調の転調してるんですよね。なので、Am で言うと C のメジャーに転調したことになります。で今度は、まあ、また Am に戻るんですけど、サビですね、ミドルのところで今度はこの Am が同じ手話音のメジャー調に転調します。これだったのがビューナ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 ーっていうね、こういう風になって、平行調の転調と同主調の転調っていうのを2つ取り入れてますね。なので、平行調のほのかな明るくさと、同主調のなんかきらめく明るさのニュアンスをつけてですね、全体的に薄暗い中のちょっと色彩感覚をつけているところがすごく面白いです。Nothing gonna change my world. The Beatles 公式213曲 My Ranking 第197位は Love Me Do です。これはですね、外部作家のですね、書き下ろしの曲でデビューしたくないというバンドの要求がありまして、オリジナル曲にこだわってですね、この曲がデビュー曲に選ばれました。曲のイメージはですね、フォーキーでブルージーな感じなんですが、まあ歌詞の方は全然渋くなくてですね、シンプルなポップスですね。まあこの振り幅というか、これはですね、まだ売れるかどうかわからないバンドでしたし、メインパーソナリティ、まあフロントの3人ですが、誰をですね、メインにしようかというところも選択肢がの余力を残してですね、最大公約数的にやっている感じがします。Nothing gonna change my world. ビートルズ公式213曲 My Ranking 196位は Every Little Thing です。フォーセールの曲ですね。この曲はちょっとメロディーがですね、面白いですね。最初の出だしはこれですよね。2つ目はこの最後の2音がひっくり返った形なんですね。2回繰り返してるけど、まあ、なんでそうなってるのかっていうのは、後ろのコード進行が全然違うんでね、チャ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 ンチャチャチャンってこれ1度4、5でアメリカっぽいですけど、2つ目はねブリティッシュっぽいんです。チャラララララチャンチャンって、
ここは渋くてですね、なんかアメリカとイギリスをなんか両方雰囲気を出してる感じがして面白いです。であとはサビがですね、サビのメロディーがですね、三拍開く武将が出てくるんですよね。普通だったらちょっと間延びするんで三拍も開けば、でもここにタイミングいい感じでですね、ティンパニーがどんどんって入るんで、まあ、そこに挟むのを想定して作ったのか、まあ、飽きすぎたから挟んだのかわかんないんですけど、もうティンパニーも含めてのメロディーという感じがしてですね、よくできてますね。これ面白いです。Nothing gonna change my world ビートルズ公式213曲、マイランキング195位は Being for the benefit of Mr. Kite です。このサージェントペーパーズのアルバムの一番 B 面の一番最後にですね、 A Day in the Life というのがありますが、あれは新聞を読みながら、その記事を見て曲を作ったって言われてますが、 A 面の最後のこの Being for the benefit of Mr. Kite は、サーカスの、チラシを見て、広告ですねを見て曲を作ったんで、まあ、このサージェント・ペッパーズの両面の最後の曲っていうのは、まあ、書面に書いてあるものをモチーフにして曲を作ったっていうところで、よく似てます。で、まあ、特にですねこれが A 面の最後っていうのがミソでですね、歌詞の中にこの後バンド演奏は5時50分から行われますっていうようなあの歌詞が出てくるんですよ。まあ、そのチラシに書いてあった通りに歌ってるんでしょうけど、これはなんかまるでですね B 面に盤面をひっくり返すインターバルのようなね、B 面からまた再演するというような、ニュアンスも含んでてですね、まあ、コンパクトディスクになってからはその、 感動もなくなってしまいましたがね、あとはですねちょっとアレンジがまあオーバープロデュース気味なんですけどですね、これをシンプルにですねギターやピアノで弾くとですね、まあ、すごく本当にサーカスの雰囲気みたいな、あのサーカスといっても古いサーカスの、 愉快なんだけどちょっと悲しい部分がなんか含まれている入り混じった感じの、曲でですね、すごい曲もねよくできてますね。ザ・ビートルズ公式213曲、マイランキング194位は I'm Only Sleeping です。申し訳ございませんでした。ラバーソウルのですねガールのようなですねマイナーシャッフルの曲がですね、リボルバーらしく蘇った感じがします。この2つはなんか姉妹品のような感じがしますね。この曲はですね A メロが9小節でありながらなんか違和感が全然ないんですね。半端な小節数なんですけど、あとはですねサビはですねきっちり4小節に収まってるんですけど、あの Taking my time ってところがですね付け足した感じがしてですね、4小節にもかかわらず違和感があるんですよね。この辺がですねジョン・レノンの得意な、まあ、歌詞から作ってるかもしれないですけどね、得意な、トリックですね。このアルバムはですね、リボルバーですがエリナー・リグビーとですねこのI'm Only Sleeping が隣り合わせになっていますが、こうちょっとレイドバックしたジョンとですねカツカツした、ポールのですねコントラストがはっきり分かって、さらにこのジョンとポールの両側にジョージの作品が、あるんでですね、もう3人のですね、この分かれ道がですねはっきり分かるアルバムでした。Nothing gonna change my world The Beatles 公式213曲マイランキング第193位は、まあ、非常に言いづらいんですが Come Together です。申し訳ございませんでした。すみません。この曲はですね、まあ一応ロックナンバーなんですが、あのドカドカしたロックじゃなくてですね、クールな魅力がありますね。まあサージェント・ペッパーズのようなオープニング、同じオープニングでもですね詰め込んだ音ではなくてですね、とか音圧とかはなくてですね、それとは対極にですね、音符だけじゃなくてね休符もちゃんと利用したですね音空間の利用がですね、
ものすごく綺麗なんですよね。もはやですね、ベースだとかタムだとか、手拍子だとか、まああと声だとか、そういった分類が関係なくですね、一個の音としてですね、微妙なバランスですね。で、声もディレイもかか、手拍子か、ディレイのかかったりエフェクト処理とかあって、まあちょっと結構奇跡のですね、イントロですね。めちゃめちゃかっこいい曲です。Nothing gonna change my world. ビートルズ公式213曲、マイランキング192位は I want to tell you です。8 days a week 以来のですね、フェードインで入る曲なんですが、あの曲みたいに明るい曲じゃないんですよね。あとですね、She Loves You や、涙の乗車券みたいにですね、後ろが203連になる感じですね。ドゥンテテンテテン、タン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 っていうところがね、まあ、デイトリッパーもそうですけど、今までのビートルズのやってきた手法をやってるんですけど、でももう随分違った感じに聞こえますね。まあ、ジョージ・ハリスンがらしくですね、ちょっと不穏な暗さを出してますね。E7th の曲なんですけど、なぜかこの不協和音をこの中汚い感じの、を入れてですね、この不穏な感じを出しながらですね、言葉は明るいんですね。 It's alright とかね、 I don't mind とかね、ね、なんかちょっとすごい。あとですね、美しいのはですね、この後に出てくるっていうところが、これ今のコードの中にクリシェラインが入ってるね。ね、でまた入ってくるんですけどね、ずーっと加工していくラインがあってですね、すごく美しいです。Nothing gonna change my world. ビートルズ公式213曲、マイランキング191位は Love You Too です。この曲はですね、同じアルバムに Tomorrow Never Knows というのがありますが、Tomorrow Never Knows はコード2つしか出てこないんですよね。C と B フラットなんですが、この Love You Too もですね、C マイナーと、B フラットしか出てこないですね。まあ、そこはよく似てて、同じアプローチしてコードが変わらないアプローチをやっていますね。で、面白いのは両方とも B フラットが出てくるんですけど、この一瞬だけ色を変える B フラットのところだけちょっと楽器を足してるんですよね。サブコードを強調するね。Tomorrow Never Knows は何だろう、ストリングスだったっけなね、ワーンってね。それから、Love You Too はエレキギターですね。ディストーションギター。ダランダランダルドゥルドゥンっていうので、この B フラットのところだけなんか、ぐっと強調してるところがいいですね。で、西洋音楽に慣れた人は、これはすごくインドっぽい曲だっていうんですけど、ネイティブな人にとっては、これは全然音階だったりしても西洋風の音階なんで、普通の西洋音楽だって、認識してるようです。Nothing gonna change my world. ビートルズ公式213曲、マイランキング190位は Only a Northern Song。この曲はですね、なんか一番印象的なのはリンゴのドラムのフィルインがすごく多くて、必要以上にそれがかっこいいなって思う印象がありますが、あと何ですかね、表紙も変ですよね。A メロの最後の方で2拍だけの小説があったり、サビの最後は3拍だけの小説があったりしてですね、ちょっと引っかかるんですよね。まあ、あとジョージ・ハリスン得意なんですけど、コードが変わらないね、 A メロとかってで最後の方でちょっと色がつく、感じで、コードが変わりにくい A メロなんですけど、ミドルのところでは逆に、コードが変わるんですよね。こうそれがね、変なコードなんですよね。あ、ドゥルル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 ル
このコード進行の上でこんなヘンテコなコードでも気にしないっていう歌詞を載せてるんですよね。まあヘンテコだって言ってるんですけど、まあ実を言うと、まあ聞く人はほとんどみんなそうなんですけど、このミドルの部分がこの曲全体の肝になってますね。Nothing gonna change my world. The Beatles 公式213曲、マイランキング189位は、サムシングです。申し訳ございません。この曲はですね、A メロがですね、C になります。で、サビになるとですね、A に転調するんですが、ギターリフが、引っかかってくるんですよね。どっちの調にも。で、イントロの、C の時は、このドの音を使うんですが、転調するときはですね、この A に習ってですね、最後の音はですね、半音上にしてます。ここがすごく緊張感ある感じで、新しい調に展開していきます。今度 A から C に戻るときなんですが、A のキーでありながらですね、ダイアトニックコードじゃない C のコードを使うんですよ。まあでも元の調の手話音なんですが、この時の、メロディーがね、I don't know, I don't know, no ってこのミの音を使ってますね。ミはですね、A にも C にも含まれるコードトーンなんで、ここはですね、割と綺麗にですね戻ってきてるんですね。この辺で、メロディーを変えてまで、際立たせるところと、こう最大公約数みたいなところに収めていく感じ、この使い分けがすごくですね、よくできてるなと思います。あとはこの曲全体ですね、加工していくこうクリシェラインが、いっぱい散りばめられていてですね、柔らかく進んでいく感じがですね、この曲の美しさの特徴だと思います。Nothing gonna change my world. The Beatles 公式213曲、マイランキング188位は、イエローサブマリンです。申し訳ございません。まあ、この曲はですね、よくリボルバーらしくない曲。まあ、リボルバーの中でも、まあ、子供向けっぽくてですね、かっこいいリボルバーのアルバムからあまり飛ばして聞くっていう、話をですね、昔からよく聞いたんですが、まあでもこの軍隊のマーチングバンド風のイメージっていうのはですね、次のサージェントペパーズのですね、もうイントロダクションのようなんですよね。まあ結局サージェントペパーズとイエローサブマリンはその後アニメで統合されて物語になってるんで、非常にですね、もう次のアルバムの一番近いところにある、気がしておりました。まあ多分この曲を歌っている人もビリー・シアーズだとは思うんですけどね。まあこの曲はですね、イエローがつくんですが、もう幼稚園行く前から知ってましたが、イエローリバーとか幸せの黄色いリボンは好きでしたが、この曲はですね、明るい感じがしないんですよ。底抜けにね、なんか軍隊みたいな感じ、暗いなって思ってました。わかんないですけどね。この曲はちなみに、ドミナントですね、5度の音から始まるんですね。トゥ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 、ここは手話音なんですよね。で、5度にまた落ち着くんですね。5度から始まって5度に落ち着くんですよね。手話音は真ん中に登場する。普通は手話音から始まって手話音で終わるんですけどね。ちょっとそこがユニークな感じですね。で、サビになると We all live in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine って、手話音から始まって手話音で終わる感じになってて、エメロのところが逆に裏返ってるところが結構面白いです。Nothing gonna change my world. ビートルズ公式213曲、マイランキング187位は、She Loves You のドイツ語版です。She Loves You ではないですよ。まあ、ドイツ語が悪いというわけではないんですけど、やっぱりですね、オリジナル作品があって、それを翻訳したものを載せているためにね、音感の乗り方にちょっとやっぱり見劣りがするんですよね。それはもうしょうがないんですよね。まあ、ミッシェルにはフランス語があるんですけど、まあ、それはもう書き下ろしでフランス語を載せてるんで、もうそれ用の言葉を載せてるから、うまくこう、言葉がはまっていくんですけどね。まあ、替え歌にしてるっていうところ
ところでちょっとね、無理な感じが出てきたり、まあ こちら欲しいノリの言葉の感じが出てこなかったりしてますね。あとですね、抱きしめたいのドイツ語版は、同じオケを使って歌だけトラック入れ替えてるんですけど、これは演奏も再録音してるんですよね、C ラブ Z の方は。で、音圧がちょっと低いのと、まあ、演奏もちょっとデモ版みたいにチープな感じに響いてしまってですね、まあ、原曲に遠く及ばずという感じです。Nothing gonna change my world. The Beatles 公式213曲、マイランキング186位は、We can work it out. 恋を抱きしめようです。申し訳ございません。ですね、デイトリッパーとともにですね、中期だとか、第2期と呼ばれるですね、象徴的なですね、シングルになります。今までロックンロールの感じが、この辺からなくなっていきます。特にですね、この曲はですね、Baby You Are Rich Man とか I've Got a Feeling みたいなですね、レノン・マッカートニーの分業合体ソングの、新しい文化の始まりでもありますね。途中、三拍子になるとよく言われるんですがですね、あれはですね、ワルツになってるとか、いうわけではなくてですね、四拍子の小節内の時間の長さで、三等分の区切りを作っている、203連なんですよね。なので、一拍のと思われる、印象の時間の長さですね、ちょっと減速感があるんですね。ちょっとスローダウンした感じがするんですね。そこのところ、そこがこの曲の、大きなアクセントになっていますね。で、コード進行的にはですね、I'm a loser とか、Another Girl とかと一緒でですね、7度フラット7度ですかね、の曲が、結構この曲明るいんですけど、渋みが出てシリアスな感じになっています。Nothing gonna change my world. The Beatles 公式213曲、マイランキング185位は、Why don't we do it in the road? ですね、この曲はですね、ブルース進行なんですね、コード進行で言うと。ブルース進行なんですけど、なんかブルースっぽくないんですよね。まあ、スネアだとか、ピアノがね、もうカツカツした感じでですね、滑らかじゃないんですよね。まあ、どっちかつとロックっていう感じがしますね。あと、まあ、歌い方もですね、ブルースというよりはですね、ソウルの感じ、ソウル色がすごく強いんですよね。で、まあ、ブルースの歌詞っていうのは、まあ、割と特徴的なのがですね、最初の2行が同じ歌詞を歌うんですよ。で、3行目で変化するとかなんですけど、なんかこの曲はですね、まあ6行はあるんですけど、タイトルのね、Why do we do it in the road っていう、のが6行中ですね、4回繰り返して5回目に違う言葉を言って、最後にまた同じ言葉を言うんで、5行目だけ変化するという形で、まあそれを3セット歌ってんですよね。まあほとんど歌詞がですね、一緒ということなんですけど、まあその辺はちょっとブルース寄りなんで、どこまでもですね、ブルースとのこう、距離を保ちながら、歌ってる感じです。Nothing gonna change my world. The Beatles 公式213曲マイランキング184位は、Dig It です。やっと出てきました。まあ、この曲はですね、ビートルズのセッションなんですよ。もっとすごい長い尺の時間の一曲は長いんですが、そこをですね、まあ、もう1分足らずに切り取った、ものなんですよね。まあ、即興演奏で、まあ、ジョンも即興で歌詞を載せてますね。まあ、で、この演奏はですね、まあ、ちょっとまあ、ワルツなのか、8分の6なのかわかんないんですけど、それが延々繰り返して終わっていくんですけど、この後、よく、海賊版とかで見るんで、シャッフルに変わってて少しテンポ上がっていったりするんで、ずっとこのテンポではないんですよね。で、アルバムにですね、Dig a Pony っていう曲があるんですよ。で、同じ Dig っていう言葉を、使ってて、まあ、そこがちょっとアルバムの、なんていうんですかね、ブランドっぽさとか統一性みたいなのが出てて、まあ、その言葉もあるんですけどね。まあ、あと、Dig a Pony の歌詞にですね、
あの、I Roll a Stoney っていう曲があるんですね。これ、ローリングストーンズを意識するような言葉があるんですけど、この Dig It の中にもですね、Like a Rolling Stones って言ってるね。で、まあ、ローリングストーンなのか、ローリングストーンズなのかわかんないですけどね。Like a Rolling Stone って言うと、ディランのね、曲もあるんで、まあ、どっちのことを言ってるのかわかんないんですけど、まあ、その中、ことはいいとして、ただにローリングストーンっていう言葉が Dig It と Dig a Pony の中に出てくるっていう。まあ、そこら辺もですね、なんかちょっと姉妹品っぽさがあって、ハニーパイとワイルドハニーパイみたいな感じでですね、ちょっとですね、この関係性がすごく面白いんですね。でも全然タイプの違う曲ですけどね。で、アルバムはですね、次のレッドイットビーですね、アルバムのタイトル曲に繋いでいくためのイントロダクションみたいな、曲になっていますが、まあ、レッドイットビーね、別の言葉で言うとですね、ケセラセラっていう言葉に似てますよね。これ歌ってるのはですね、ドリスデイなんですよね。このディグイットの中にですね、ドリスデイっていう叫ぶ瞬間があるんですよ。まあ、そこら辺はですね、意識して意図的につなげたのか、ね、それをフィル・スペクターが発見したのか、まあ、ちょっとわからないんですが、ちょっとですね、いろんなことがうっすらと関連しててね、めちゃめちゃ面白いです。それとこの解説、曲よりも長く喋ってしまいました。Nothing's gonna change my world. The Beatles 公式213曲マイランキング183位は Dig a Pony です。ディッカポニーはですね、まあちょっとスワンプっぽいフレーバーがあったりするんですけど、イントロのリフはどっちかというと緊張感がある感じですね。まあ全体的にワルツで、まあその辺の混ざり具合がですね、面白い曲ですね。またジョン・レノンの曲には特徴的なんですけどね、この曲はですね、ずーっとワルツなんですよね。ドンタッタンタンタッタンで、ただですね、なんか変拍子で変な拍数の曲、小説を混ぜてるようにも見えるんですが、よく見ると全然普通にワルツなんですよね。それがなんかトリッキーに作ってあるように感じてたりするんですよね。で、あともう一つ面白いのは、A の、なんですが、キーは A なんですよね。このスケールなんですけど、いきなり関係ないとか、まあ、7度フラットなんですけどね。この G の歌から、G のね、コードから、始まります。という、まあ、手話音とか、まあ、4度5度とかをこう散りばめといっての、フラット7だと、そこに初めてその特徴が出るんですけど、いきなり、そのコードポンと出せれると、まあ、それが手話音かなって迷ったりして、どこのコードだろうって分かり始めるのが、まあ、歌に入ってからっていうことでですね、ちょっとですね、もうリズムといいコードといいですね、錯乱してる感じがですね、大好きですよ。Nothing's gonna change my worldThe Beatles 公式213曲マイランキング182位は抱きしめたいのドイツ語版です。シーラブズイのね、ドイツ語版同様ですね。まあ原曲には遠く及ばずなんですよ。原曲はもっと上の順位の方です。ただですね、まあハンドクラップだとか、あとオブリガートのギターとか演奏はですね、ドイツ語版だったとしても、ちょっとみずみずしくてですね、まあ、シーラブズイよりはすごく好きですね。で、こちらはですね、実は原曲のベーシックトラックを、そのまま使って歌だけを差し替えているので、演奏もですね、シーラブズイよりはすごくいいとは思うんですよね。充実した感じで、まあ、最終トラックでできてるんで、で、まあなんといっても、曲自体も華やかな楽曲で、まあドイツ語版になったとしてもちょっと乗り切っていける感じがしますね。そこが、いいかと思います。Nothing's gonna change my worldThe Beatles 公式213曲マイランキング181位は
Baby You Are a Rich Man です。この曲はですね、なんかいろいろ面白いですが、67年の、あのレコーディングなんですよね。愛こそは全ての B 面だったかな。で、その後、アメリカではマジカルミステリーツアーのアルバムに入ります。67年のレコーディングというとですね、まずですね、 You Know My Name ですね。リリースは70年なんですが、これね、なんかイントロの感じがね、すごく似てんですよね、この2曲。あ、同じ頃の、まあ、発想なんだなっていうのが、よくわかります。すごく感触の似た出だしです。それとですね、まあ、もっと気になるのはですね、まあ、この曲はあの、ポールとジョンが、まあ、半々作って、サビはポールなんですよね。で、最初の A メロのところがジョンなんですよね。まあ、この曲はどっちかっていうと、僕、ジョンの作ったメロディーの最初のところが結構好きなんですけどね。ここの、タララララランっていうのと、なんかフライングのメロディー似てるんですね。How does you feel again っていうのがね、似てて、こう、つかみがこう似てて、そこもまた同じ年の、まあ、レコーディングなんで、なので、フライングは、4人の共作、とあったんですけど、まあジョンが作ったメロディーかなっていう、なんか可能性が濃厚かなと、思っております。まあフライングのメロディーに関しては僕も、どっちが作かわからないんでね、知ってる人があったら教えてください。まあこれはジョンと、まあ、ポールの、作品がの化合物みたいなところが、まあ、特徴的に言われますけどですね、まあ、一番の魅力はですね、まあ、リンゴのフィルインのやっぱりバリエーションが大好きですね。オンリーアノーザーソングとか、この曲のサイケデリックの時の、リンゴスターっていうのがね、もうめちゃめちゃ大好きです。いかがでしたでしょうか。今日は200位から181位まで、お届けしました。あまり人気がないと言ってたディウィットですねが出てきたのと、あとドイツ語版が2つ出てきましたが、まだまだレボリューション9がね出てきてないんですよね。今回もちょっと波乱含みでしたが、あとちょっと今回はですね、多分この先も一度もないとは思うんですが、今回だけはですね、全部オリジナル曲だったんですよ。前回足して33曲中ですね、カバー曲は1曲でしたね。で、オリジナル曲です。今回の20曲は全部。こういう回はこの後はね、ないので、もうカバー曲強いんだなと思ってね、自分でも、発見しました。意外と好きなんだなと思って、ね、まあ、ビートルズはオリジナル曲が大切だと思ってたんでね、ソングライターとしての力があるんで、まあ、そんなわけでですね、ただですね、まさかこんな下から2番目の回に、登場するとは思わなかった曲っていうのはね、ですね、たくさん出てきましたね。実はですね、これもですね、この先、同じ1位までやっていきますが、謝罪をした数はですね、今回が一番多かったです。今回謝罪したのはですね、 I'm only sleeping ですね。それから Love me do、まあその辺もまあちょっと理解できるが、まあイエローサブマリンもね、まあ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 っていう感じなんですがね、恋を抱きしめようが出てきたんですよね。まあまあ人気曲じゃないですかね。それからサムシング、もうちょっと言うのためらってしまいますね。それとですね、最強なのはですね、カムトギャザーでしたね。まあもうこれはですね、世間のランキングっていうのもちょっと作っててですね、裏で。それと、109位、離れたものが、時に、まあ、謝罪をしようかと思っていました。それが、この6曲でした。それがですね、この後は6曲以上出ることないんで、もう最高の謝罪でした。まあ、このですね、ちょっと前回の反省の時に言いました。このシャツ着てたんで、お腹が出てるとかって言いました。今回はですね、頭を下げるためにですね、皆さん分かりましたでしょうか。もう一回バックして見ていただければ分かるんですがね、頭を下げた時にですね、この辺も地肌が見えてるんですよね。もう、これ、どうしようかなと思って、ダイエット動画にしようかと思ってたんですけどね、なんか育毛動画とかね、に変えようかなと思ってね。まあ、ダイエットはね、まあ、運動すればいいとかね、ご飯ね、そんな食べなきゃいいとか、まあ、やり方があるんですけど、育毛はですね、
こうなんかどなんかあるんですかね、こうた叩くとかこうかけるとかね、まあなんかいいものあったらぜひ紹介していただければと思います。育毛動画と言いながらですね、まあ時間がどんどん経っていくんですね。多分抜ける方が先だと思うんでね、多分1位の発表の時はですね別人になってるかもしれませんのでね、まあお楽しみにいただければと思います。ですね、まあ補足ってことじゃないんですが、You know my name がなんか、音楽の説明あんまりしてなかったですね。なんかこのレコーディングの経過とかだけで、でもあの曲ね結構面白いんですよね。You know my name と Look up the number という2行だけのタイトルがもう歌詞なんですよ。その2行だけなんですよね。まあ、ビートルズなんかそういうの多い感じがするじゃないですか。Why don't we do it in the road? とか I want you ね She's so heavy とかね、もうたったそれだけの歌詞2行ぐらいの歌詞だけで1曲作っちゃうっていう、ものがありましたね。まあでもこういう情報量の少ないのはホワイトアルバムやアビーロードであったんですけど、 You know my name は1970年出ていながら実は67年の作品なんで、もしかしたらこの辺で、一番最初の作品かなっていう気もしますね。まあそうですよね。まあ変な極端に言っちゃうとワイルドハニーパイとかもそうですし、普通はですね曲があって1番があって2番があってでメロディーは一緒だけど歌詞が違うっていうことはあるんですよね。でなんかそれとは逆に同じ歌詞でメロディーが違うとかね、 You know my name とかそうじゃないですか。同じメロディーのパターンがね違ったりして、でもまあビートルズそれより前の初期の頃にね I wanna be your man っていうのはちょっとその気があったんですよね。まあこのリピートっていうのは黒人音楽とかだとリズム主体の音楽だともうその繰り返してる同じ言葉っていうのがもうリズムを持ってるのでね、まあそれになんですかねプラスアルファでリズム感を注いでるという感じがしますが、まあ、白人音楽だと逆に反復するっていうことはちょっと文学的なんですよね。繰り返して強調するって意味の方でね、そういうことがあったりしますね。で、あとですね、ちょっと音楽の話が難しいかなと思って、ちょっとあんまサクサクと進めてるんですけどね。ここが魅力ですって言って、まずペンタトニック、ちょっとスイッチ入れてなかった、ペンタトニックスケールっていうのが出てきましたね。 Don't bother me とかまあね出てくるんですが、これは何かっていうとですねこういう感じですよね。普通は波長調で言いますよね、白い鍵盤だけでね、これね、ドレミファソラシドですけど、これからですねファの音とシの音を抜いて、こういう感じですね。5つの音だけでこの音で、構成されたスケールはペンタトニックスケールっていうんですよね。なのでこれを使わないのはどういう音楽があるかっていうとですね、まあ大体ですね、ちょっと昔のものは多いんですよね。まあ日本だと例えば演歌にあったり、唱歌とかですよね。で外国だと何でもいいんですけどリズム&ブルースとかでも、あるし、ちょっと素朴な感じがするんですよね。懐かしい感じがするとか、これがまああとチャイナポップではないですけど中国とかもそうですし、まあほぼですね全世界でこの何ですかねペンタトニックのスケールが使われるんですよね。まあ最近の平成の J-POP だと、まあ、逆があってこのメジャーセブンスのこんなところに乗っかったりとか、テンションのね上に乗っかったメロディーとかがあったりして、どん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 細分化というか複雑なメロディーになってきてますが、本当に一昔前二昔前っていうのはこの5つの音だけでもう1曲作るぐらいの曲があったりして、まあ覚えやすいのと、まああとはそんなんでしょうね、歌いやすいっていうのも多分きっとあると思うんですよね。であとギタリストがよくアドリブで弾くときにペンタトニックスケールで、まあ、弾きなさいっていう時があるんですけど、実はファとシを抜いた状態の音って、まあ適当にというかどの音を鳴らしてもですね、半音でぶつかるこういうのとか、こういう半音でぶつかる音が、まあ、発生しないんですよね。まあ、リスクが少ないというか、だからまあ自由に弾けるんですよね。まあ、そういう機能的な意味もあったりして、
いますね。まあ、ジョージ・ハリスンがだから最初はペンタトニックで歌ってサビでワンポイントでそこを外した音を使うっていうので印象付けてるっていうのは、これデビュー作でやったっていうのはすごいなと思っています。もう一つ、店長の話ですかね、ちゃんと説明しとかないとね、八王朝ね、ドレミファソラシドっていうのあるんですけど、これ八王朝は白い鍵盤だけで構成されてますね。でこの白い鍵盤だけを使ってですね、ちょっとずらしてラから始まると、これはマイナーになっちゃうんですよね、これがですね、同じ白い鍵盤使ってちょっとずらしただけなんで平行調っていうんですね、C と A マイナーの関係なんですよね、ここは結局同じ鍵盤を使ってるっていう意味で、さっき言ったスケールとかも一緒になるので転調がしやすいんですよね。一番楽に転調しやすいので、平行調はよく使われます。まあちょっと言っちゃうと、ここの構成音が一緒でスタートラインがラかドで始まるんで主音が違うんですよね。まあこれちょっと例えるとあれですよね、阪神タイガースで星野監督から岡田監督に変わったっていう時ですよね。選手は一緒なんですけど監督が親が違うっていうね、まあそういう感じですね。でもう一つ、同州長、同州長長、同州短長っていうのがありますね。これはですね、ドレミファソラシドの今度これをですね、同じスタートラインにしてシから始めてこういう感じになるね、黒い鍵盤を使ったりするんで、スタートラインが一緒なドなんですけど、メンバーが違うっていうことですね。まあ、これ阪神タイガースで例えるとですね、岡田監督がですね、阪神からオリックスに行きましたね。岡田監督は一緒なんだけど選手が違うっていうね、まあそういう感じなんですよね。こっちの方がですね、やっぱり違う音を使うっていうんでちょっと突出してるんでインパクトがあるんですよね。では次回は、161位から180位までです。レボリューション9は出てくるんでしょうか。ではまた次回お楽しみに。バイならランナーイバ。